はい、所得が多いと年金が支給されないのかというような、ね、ご質問はたくさんいただくところですけれども、これは例えば常勤の役員さんからのご質問が、ね、一番多いわけですけど、これは役員報酬設定によってはですね、支払われることもありますから、まあ、所得、年間の、ね、所得とか年間の収入、そういったものだけではね、正確な回答はできないことになります。どういった役員報酬設定をするかによって、支給されるのか支給されないのか、が変わってくる可能性があります。